どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日、海外旅行保険のね、付帯しているクレジットカードで、紹介させていただいたこちら、セゾンアメックスゴールドクレジットカードなんですけども、まあ、こちらの、クレジットカードがですね、まあ、本来1万円の年会費が、まあ、かかるクレジットカードとなっているんですけども、まあ、初年度はね、無料なんですよ、このクレジットカード。で、2年目以降はですね、1万円の、年会費がかかるクレジットカードとなっているんですけども、なんとですね、キャンペーンで永年無料にする方法っていうのがね、ありますので、まあ、今回はね、そちらを紹介していきたいと思います。で、まずこのセゾンアメックス、ゴールドカードなんですけども、ANA マイルを貯めるというね、クレジットカードとしては、まあそんなにね、永久不滅ポイントっていうこともありますんで、まあそこまでね、すごいいいっていうクレジットカードではないんですけども、JAL マイルをね、貯めるという意味では、まあ結構ね、セゾンアメックスプラチナ、ビジネス、先日紹介させていただいたクレジットカードですけども、まあそちらと、まあ、そちらよりちょっと劣るんですけども、まあ、おすすめのクレジットカードみたいで、ちょっとね、私自身は、この JAL マイルの知識っていうのは全然ないもので、今回はちょっとね、今回はてか、いつもね、JAL マイラーの、モズさんという方のね、ブログをね、概要欄に貼らせていただいていますんで、まあ、今回もね、モズさんのブログ、URL に貼らせていただいておりますんで、もしね、この動画を見ている方で、JAL マイルを貯めているっていう方はね、ぜひね、こちらのクレジットカードも、なんか、おすすめみたいなんでね、ぜひ参考にしてみてください。まず、このセゾンアメックスゴールドカードなんですけども、こちら、何がすごいかっていうと、海外旅行保険全般がすごい強いんですよね。まず自動付帯で保険が受けられる。まあ、自動付帯っていうものは旅行とかね、飛行機のチケットとか、まあ、ホテルとかそういうのを利用しなくても付帯されるクレジットカードっていう風になっているんで、まあ、持ってるだけで保険が適用っていう感じなんですよね。で、もう一つの推しポイントはですね、海外の飛行機の遅延保証っていうものが受けられるんですよね。保険としてですんで、まあ、飛行機がまあ遅延した場合とか、まあ、欠航した場合とかですよね。それで食事が必要になったとか、宿泊施設が必要になったとか、でその宿泊施設に行くまでの交通手段でタクシーを乗ったとかですね、まあ、そういうのってありますよね。そういうのが、まあ、3万円っていう枠はあるんですけども、まあ、利用できるっていうものがこの飛行機遅延サービスなんですけども、まあ、こちらの保証が、このクレジットカードでは自動で付帯されているクレジットカードなんですよね。ですんで、まあ基本的に、海外旅行保険のね、強いクレジットカードみたいな感じだと、結構ね、こちらのクレジットカードは、まあ登場することが多いです。ですんで、まあ私もね、まあ私はちょっと前に、ポイントサイトの案件としてね、まあ利用させていただいたんですけども、でもこんだけの保険がね、自動で付帯されてるっていうのはやっぱり心強いですよね。それではですね、私の個人的にね、おすすめポイントは、セゾンアメックスゴールドにはですね、手荷物宅配サービスがついてるんですよね。空港から自宅までね、まあこれは帰りだけにはなってしまうんですけども、まあ、スーツケースを1個ね、国際便の帰国時には、無料で配送してくれるっていうサービスです。で、対象空港はですね、成田、羽田、中部、関空ということで、関西ということで、羽田がね、対象になっているってことはね、とてもおすすめポイントですね。アメックスのプロパカードと呼ばれている、まあ、アメックスゴールド、プラチナ、グリーンとありますけども、あちらはね、すべて対象な、無料でね、発送できるんですけども、アメックスの中でも、SPG アメックスとかもそうなんですけども、羽田空港って対象外なんですよね。うん、残念なことに。なんですけども、このセゾンアメックスゴールドはですね、羽田空港も対象で、無料で1個ね、自宅までスーツケースを送れますんで、そういう意味ではね、とてもおすすめとなっております。で、今回、そんだけね、付帯しているクレジットカードが、年会費がね、永年無料になる方法っていうのがあるということでね、今回ね、紹介させていただきたいなと思った次第でございます。
まあ、こちらはね、セゾングラッセっていうもののキャンペーン、まあ、こちらセゾンのクレジットカードですんで、まあ、そちらのキャンペーンなんですけども、一回ね、今年の頭半ばぐらいだったかな、4月か5月に一回このキャンペーンがあって、なんか非常に好評だったので、また12月にやりますっていうものなんですよね。まずセゾングラッセって何ですかって感じですよね。で、セゾングラッセっていうのはちょっと前に始まったのかな、ちょっと始まった時期はまあ最近だと思うんですけども、スマートフォンのアプリセゾンポータルっていうアプリケーションの中の、まあ、セゾングラッセっていう項目があるんですけども、まあ、こちらはセゾンの、アプリケーションを開いて、まあ、セゾングラッセっていう、項目をね開いてもらうと、まあ、あのマスコットキャラクターにね、あのアンケートとかを答えたりとか、質問してみたりとかね、まあ、そんなサービスで、まあ、それによってスコアが溜まっていくんですよね。そのスコアを貯めていくと、なんかクラスみたいなのに分けられるんですよね。そのクラスが4以上だと、まあ、クラス4以上だとこの年会費無料キャンペーンに参加できるっていうものになってるんですよね。まあ、この年会費無料のキャンペーン自体は12月1日に始まるんですけども、先ほど言ったスコアを貯めてクラス4にならないとこの年会費無料のねキャンペーンには乗れないので、11月中にスコアを貯めて12月1日の時点でクラスが4になっている必要があるんですよね。でですよ、じゃあそのセゾングラッセのスコアをどうやって貯めるかっていう感じですよね。これがですね、公開されてないんですよ。公開されてない。じゃあこれどうやって貯めるかっていうと、公開されてないので、じゃあどうやってやるかはね、正直わかんないんですよね。ですけども、このセゾングラッセっていう、アプリの項目を開くと、アンケートとか、アプリをたくさん開くと、スコアが上がるかもしれないよみたいなことも書いてあったりとか、まあ、アンケートもね30何項目あるんですけども、まあ、そういうのと、まあ、あとクレジットカード決済とかでもですね、まあ、ちょっとこちらは個人的見解から出ないんですけども、まあ、そういうもので上がっていくんではないかなと思うんですよね。で、私が、まあ、私はね先ほど言った通り、セゾンアメックスプラチナビジネスを作った後に、先にセゾンアメックスゴールドを作って、その後セゾンアメックスプラチナビジネスを作ったわけですよね。で、まあ、両方ともね、発行&利用案件だったので、まあ、両方ともね発行した後に利用しているわけですよね。まあ、両方ともこっちは、セゾンアメックスゴールドの方は1万5000円かそんなもんで使ったんですよね。で、こっちのセゾンアメックスプラチナビジネスは、達成条件が50万円だったので50万使ってるわけですよね。うん。で、そうすると私はね今700いくつぐらいなんですよね、スコアですので、まあ、達成っていう感じで今星クラス5かなんかなんですよね。ですので、まあ、私は対象になったっていう感じなんですよね。まあ、これが本当にわからないんですよ、先ほど言った通り。ですので、まあ、ひとまずアンケートに答える。まあ、私も全部アンケート答えましたんで、アンケートに答える。で、よくアプリを開く、あとクレジットカードをよく使う、ぐらいのね対策しかねないんですけども、これでスコアがね600以上になることができればクラス4になって、まあ晴れてね年会費無料キャンペーンに乗れるっていうものになります。この年会費永年無料キャンペーンなんですけども、まあ本来は永年無料キャンペーンっていうとちょっと言い方悪いですね、翌年度年会費無料キャンペーンなんですね。まあこれ条件がどういうものかというと、まあ先ほどの、クラス4になってキャンペーンに申し込むことプラス年間1回以上のクレジットカードの利用ということですんで、そのキャンペーンに乗った上でクレジットカードを1回使うと、まあ、翌年が無料になる、まあ、それがずっと繰り返すみたいな感じなんですよね。ですので、まあ、実質無料で、維持できるっていう感じになります。それではですね、すでに、セゾンカードを、ね、持っている方はひとまずセゾングラッセのスコアをね確認しましょう。あのアプリケーションを入れて、登録をログインするとね見れるようになりますんで、とりあえずスコア自分のスコアをね一回確認してもらって、
600以上か600以下かっていうのはちょっと分岐点になりますんで、そこだけ見てください。で、それで、まあ600以上であればね、キャンペーン参加できますんで、まあ12月1日の時点でクラスが4になってますんで、まあそれはそれで OK です。で、持ってない方はちょっと急ぎ目にね、今も11月の頭になってますんで、で、このスコアをね、今月中に貯めなくてはいけませんので、ちょっと足早にはなってしまうんですけども、ちゃちゃっとね発行していただいて、11月の終わりまでに、スコアを600まで貯める。で、その600を貯めた状態で12月1日にを迎えるっていう形になりますね。まあそうすることによって、このインフォメーションセンターにね、その後、連絡をして特典を受けるっていう感じなんですよね。で、それではですね、最後に、このセゾンアメックスゴールドなんですけども、今現時代もですね、ポイントサイト現玉に、案件がありますので、もしね、これから発行されようっていう方は、そちらね、概要欄に URL 貼っておきますんで、そちらから利用されても OK です。で、いつも同様ね、このセゾン系のクレジットカードの話をすると、いつも言わせていただいてるんですけども、それ以外のポイントサイトとかそういう話はですね、自分で探していただいて、もしこの意味深発言が何だっていう方はですね、Twitter で DM いただければですね、お教えさせていただきますんで、そんな感じでいきたいと思います。今回の動画は、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。で、私のツイッターではですね、普段の私生活から、ポイントサイトの案件なんかもね、つぶやかしていただいたりしております。それ以外には、もともと ANA マイルのこと、ANA をマイルを貯める、ポイントサイトの運用方法、あとね、飛行機の搭乗レビュー、マリオットボンボイの宿泊レビュー、お得情報、クレジットカード、私の大好きな街のね、ニューヨークの紹介も、させていただいたりしております。もしよかったら、ぜひ、このチャンネルね、登録していただいて、見ていただければとても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。